子供の頃、ドラえもんのポケットに見せられた人は一体何人いるでしょう。夢を叶えてくれる国民的キャラクターのドラえもん。ドラえもんはなぜ国民的なキャラクターとなったのでしょうか。それはやはりドラえもんが持っている4次元ポケットのおかげでしょう。4次元ポケットから様々な道具を出してくる姿はまさに子供の夢でありヒーローです。しかし、この夢のような話は決して空想だけの世界ではありません。4次元ポケットに代表される3次元以上の存在については様々な理論で仮説が立てられています。いずれの理論においても数学上この高次元の存在は成り立っています。今までの科学史を振り返ると、数学上で成り立ったものや現象は現実世界においても実在する可能性が非常に高いことがわかります。私たちが高次元の世界を感知できない理由は、五感の感知能力の限界、観測装置の機能的な限界、そして空間的な制限が原因です。しかし、人間の推理力と想像力には限界がありません。今回は次元に関する現段階の知見をもとに、4次元だけでなく5次元の存在を示唆する超ひも理論と呼ばれる11次元についても考察していきます。ぜひ最後までお付き合いください。そもそも空間における次元とは何なのでしょうか。物理学における次元とはただ方向のことです。人間の住む世界では前後左右上下と3つの方向に動くことができるため3次元と言われています。4次元空間にお散歩する前に1次元から3次元のことを考えましょう。まず1次元とはどんな空間なのか。1次元の世界では移動できる方向は一つしかありません。つまり世界全体が無限に細い一本の線でできているようなものです。この世界に住む住民にとって X 軸線以外の方向、つまり Y 軸が示す幅やZ 軸が示す高さなどの概念は理解できないでしょう。次に、この1次元の直線に直角となる線を足して2次元にしてみます。すでにある1本の線に直角となる別の線を足すことで2平面でできた2次元空間の完成です。しかしこの空間では高さの概念を理解できる住民はいないでしょう。ではこの2次元の平面に前後と左右ともに垂直となる直線を追加すれば、私たちがいる3次元の世界が出来上がります。3次元の世界では前後左右上下に私たちは移動することができます。空間の広がりを示す4次元空間というのは3次元における前後左右上下の3つの方向すべてに対して垂直の直線を追加することで4次元空間が出来上がります。理屈はわかるけれどイメージができないと思ったそこのあなた、二次元空間の住民も高さについて全く同じことを思っていたでしょう。実際この宇宙には何次元存在しているのかははっきりと分からず、どんな感じの世界なのかをイメージすることがうまくできません。しかしイメージができなくてもその空間がどのような感じなのか論理的に考えればある程度の推測ができます。二次元空間に長方形を置き、長方形から見える世界を参考にして考えてみましょう。長方形のすぐそばに三角形があります。しかし二次元空間にいる長方形にとっては三角形の全体図は見えません。二次元空間には高さが存在しないので三角形はただの一本の線にしか見えないんです。それが突然三次元空間に移動するとどうでしょう。これまでは平面しかなかった世界から高さがある世界へと移動することを意味します。上から景色を見ると全体図が見えます。また本来の自分の形が現れるのです。そう、ここに来て平面にしかなかった長方形は自分の本当の姿が直方体だったことに気がつくのです。そして立体となった直方体は周りの景色を上から見下ろすことができるようになりました。横にあったただの一本の線を上から見下ろすと、そこで初めて一本の線ではなく三角形だったことに気がつくのです。このように三次元になると二次元の世界を上から眺めることができるようになります。こうして長方形は世界の全貌を一度に見ることができるようになるのです。
とはいえ、こうして三次元空間に侵入した今も、長方形の脳は高さの概念を理解することができず、混乱することになるでしょう。これと全く同じことが、三次元空間から四次元空間に侵入したあなたにも起こりうるのです。では、私たち三次元にいる生命体が、四次元空間に侵入すると、どんな景色が見えて、どのようなことができるのでしょうか。まず、三次元空間内で何かに遮られたものは、四次元空間からそれを見ると、遮られた部分がはっきりと見えます。厳重に保管されている金庫の中に入っているもの、人の体内にあるすべてのものなど、ありとあらゆるものを、何でも同時にはっきりと見ることができます。初めて見る光景に、あなたの脳は全く理解が追いつかないことでしょう。三次元の住民であるあなたが想像できないのも無理はありません。しかし、事実として、四次元空間に侵入すると、三次元空間のすべての囲いは無意味になるのです。また、四次元空間に慣れてくると、三次元の世界では考えられないような超能力を得ることができます。あなたは四次元空間内を通ることで、三次元の世界で瞬間移動することができるようになるのです。こちらも、言葉の意味を理解するために、先ほどの二次元空間にいた長方形を例に考えてみましょう。二次元空間の世界にいた長方形が、突然、三次元空間内の高さの方向に移動したらどうなるでしょうか。周りにいる二次元空間の住人たちにとっては、突然長方形が消えたように見えるのです。高さという概念を理解できない彼らは、何が起きたのか全くわからないでしょう。二次元空間にいる全員が混乱に陥っている中で、再び長方形が三次元空間内を移動し、元いた二次元空間に再び現れます。それは、最初に長方形が消えた場所と同じでも違う場所でも構いません。周りの住民たちは消えたと思っていた長方形が再び現れたように見えます。それはまさに、瞬間移動。これが三次元の世界から四次元の世界の時にも起きるのです。これはつまり、人の家にも瞬間移動でき、漫画やアニメの世界の怪盗のようにもなれることを意味します。しかし、この能力は悪いことのためだけに役立つわけではありません。例えば、皮膚を切らなくても体の内部の病巣を切除することができる、唯一の人間にもなれるでしょう。夢のような四次元空間ですが、三次元空間を生きる私たちにとってはデメリットもあります。それは、三次元空間では、囲いがあるおかげで完全に閉じられているものでも、四次元空間内では常に隙間が空いているため、私たちの体内にある内臓などが、何かの拍子に体の外に出ていってしまうことがあるかもしれない、ということです。そもそも、四次元空間の中では、私たちは肉体を持っていないかもしれません。肉体を持たずに、非物質的なものだと考えられている意識だけを持つ世界になっているかもしれません。あなたにとって、この世界は夢のような世界でしょうか、それとも非常に恐ろしい世界でしょうか。四次元空間の話をしてきましたが、この世界は11次元まであるという考え方も紹介しましょう。超弦理論や M 理論という言葉をご存知ですか。これらの理論では、宇宙は10次元に時間軸の1次元を加えて、11次元でできている、と説明されています。超弦理論では、ミクロな世界の物質、素粒子は紐でできている、という仮説が立てられています。この紐について説明しましょう。まず、物質の最小単位の粒子は、素粒子と言います。この素粒子は20種類もあって、これ以上小さくできないものだと考えられてきました。これを原子論と言います。しかし、それに待ったをかけたのが、超弦理論でした。非常に小さい素粒子を拡大して見てみると、小さな紐のような形をしているのではないか、と考えたわけです。超弦理論とは、物質の最小構成要素は紐だと考える理論で、紐の形や振動の違いが粒子の違いを表します。紐の形をしているという特徴から、超紐理論と呼ばれることもあります。一本の紐が基本の形であり、振動数によって20種類の素粒子に形を変えている、と仮説を立てたのです。しかし、この素粒子というのは、現代の観察技術では、存在を実証することができません。
実証は現段階ではできなくとも、理論上、考察していくことは可能です。自然法則をより解明するには、この理論について考える必要があります。物理学では、相対性理論と量子力学が二大理論として有名です。この二つの理論は、物理学の基礎を形成している非常に重要なものです。これらの理論のおかげで、現代の私たちのテクノロジーに囲まれた豊かな生活があるわけですが、実はこの二つは矛盾しています。相対性理論は宇宙の重力という巨大な規模の話をしているのに対し、量子力学は素粒子などの微小な規模について話をしています。超弦理論は、これらを統合する理論です。実証はまだできていなくとも、数学的な仮説は立っており、既存の数学や物理にも多大な影響を及ぼしている理論です。超弦理論によって、ブラックホールの性質や宇宙の始まりを議論できる可能性があるというのですから、研究が盛んに行われている理由もわかります。そんな超弦理論は、紐の結びつきによって、様々な展開パターンに発展しています。それらの紐理論をうまくまとめたのが、M 理論です。この M 理論では、空間を作る次元は10個あり、これに時間次元を加えて、11の次元で存在すると考えられています。しかし、私たちは3次元の空間で生きているとも言われます。また、空間軸に時間軸の1次元を合わせた4次元空間で生きている、という説もあります。どちらにしても、11次元の話は出てきません。では、11次元なんて一体どこにあるのでしょうか。これに対して、一つの理論を提唱した数学者たちがいます。それが、次元はコンパクト化されて、私たちの身近にあるのだというカラビヤウ空間を提唱した、エウジェニオ・カラビと、シントゥン・ヤウです。それでは、コンパクト化とは何でしょうか。例えば家を写真に撮ると、立体の家が2次元の写真の枠内に映り込んでいます。本当は3次元だったとしても、写真の中では2次元として存在し続けられるのです。これが次元のコンパクト化です。同じように、私たちの身の回りに6次元がコンパクト化されているといいます。超弦理論では、余剰次元は自分自身に巻きついたり、カラビヤウ空間に巻きついてコンパクト化されていると指摘します。これらについて、現在の私たちが実感することは難しいでしょう。しかし、理論上は説明ができてしまうのです。4次元空間だけでも混乱しそうなのに、11もの次元があり、それらはコンパクト化して、私たちの身近にあるとなると、もう想像のはるか上を行ってしまい、何が何だかわからなくなってしまいますね。スピリチュアルの世界では、神様や幽霊などは高次元の存在なため、私たちには認識ができない、などと言われます。高次元空間が本当にあるとするならば、私たちの身近にも宇宙人がいるのかもしれません。ただ、私たちと違う次元で生きているから、見つけられないだけなのかも。このように、11次元がある話をしてきましたが、宇宙は今もなお膨張していることを考えると、11もの次元があっても不思議ではないでしょう。多次元宇宙論といって、複数の宇宙が存在している場合は、解明できることも多いと言われています。そのため、最近になって多次元宇宙論の支持者も増えています。そして、人間の脳は、多くのニューロンが互いに複雑に接続することで、その機能を発揮しているのだ、と言われています。人間の脳が11次元の話とどう関係しているのでしょうか。実は、スイスの研究チームが、ニューロンの構造が最大11次元まで広がっていると発表したからなのです。これが事実であれば、私たちの脳というのは、宇宙と同じ構造であり、私たちの脳に小さな宇宙が入っているのだということが言えるでしょう。脳の研究の中でも、その構造と宇宙の類似点が指摘されることはたびたびあるのです。11次元の研究はまだまだ謎が多い分野ですが、宇宙の神秘を解く鍵は、超弦理論や人間の脳みそに隠れているのかもしれません。人間の脳にあるニューロンが11次元まで広がっていて、宇宙と同じ構造だ、なんて聞いても、すぐには信じられないでしょう。今回紹介したものはまだ仮説に過ぎませんが、さらに解明が進んでいけば、
いつの日かドラえもんが持っている4次元ポケットを手に入れることは簡単なことになっているかもしれません。また私たちが眠っている間に見ている夢は11次元の空間にアクセスしたものが見えているのかもしれません。そう考えると眠るのが楽しみになってきましたね。今日はどんな11次元の空間にアクセスして夢を見ましょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。